今日は、まあ、ゴールデンウィーク前ということで、酒造りをやってみたいなと思います。で、おつまみは、これね、ただのホイル焼き。そうすると、卵焼き。です。では、いつもの通り、いきます。
思ってます。今日はまあそんな話は抜きにして話し進めましょう。
まあ優秀初めて4ヶ月か、去年の12月ぐらいに始めたのかな。もう動画は無理だろうとは思ってたんですけど、まあ、YouTube なら字幕がつけられるからなんとかやれるんじゃないかなと思ってやってるんですけどね。まあ水槽が中心なんですが、水槽が一番好きですね。食べるのが好きですから。
まあ、でも、どうしても飲んじゃうから、1000円じゃ収まらないですけど。今なんだ無地蔵が大体嘘っていうのは本当いろんなお店知ってるなと思って感心しますね。うん、あんなねよく知ってるなと思うんですよ。食べれるようになってっていうか口が仕上がらなかったんですよ。学校の実況で2センチ仕上がらなかったんですよね。 1.8 センチしか仕上がらなくて、もうその辺の町井さんの走ったらもう機械が入れないから治療できないとか言われて、じゃあどうするんだろうって話だったんですよ。大学病院みたいな大きい食事くださいと思います。うちは無理です。そう言われても困りますよね。幸い今から中病院ではうまくやってくれてますんで、口の邪悪大きさも広がっていますし、顎もガタガタ言わなくなりました。またもう少し滑舌が良くなればね、ライブとかもやってみたいなとは思うんですけどもね。
最近特に変わったことって何だろう。ホイゼビール。ビールじゃないんですけどね、発泡酒なんですけど。
今行きたいのはね、焼肉です。焼肉食べながらビール飲みたい。最近焼肉してないもんね。昔は仮設住むの頃は飲み会といえば焼肉っていうのはすごい多かったですけどね。肉ばっかりで魚も食べるやめですけども、あのね、お蕎麦でことが一つあって、東京の、まあ、江戸前寿司っていう言われる寿司屋に行ったんですよ。そこでイワシを頼んだんですね。僕はね、本当はね、関西ではイワシなんてほとんどダメないし、生臭いのが多くからダメだなと思ったんだけど、まず頼んでみたらね、またこれがうまいんですよ。全然臭みのないイワシ、まあそれはそういうふうになりまして、イワシちょっと食べてます。食べ過ぎない、食わ過ぎないっていうのもたくさんあるんでしょうけどね。納豆なんて高校生になるのは食べれなかったしね、でも絶対無理だと思ってもたまたま卵を入れてネギ刻んで入れたやつと食べてみたら、あら、うまいじゃんみたいなね。まあ、そんなもんかもしれませんね。食べ物ってね、だからどうしても飯どころに行っちゃうのかな。自分で作るのも好きだし、作ってまでも食べるのも好きだし、もうそんな食堂で食べるようなもんで十分なんですよね。今何がしたいかね。今は、そうね、何がしたいかな。外で弁当食べたいね。たまたまうまいな、それはね。6月か、
違う違う、5月でまた整体の手術するんですけど、これで4回目なんですよね。2回はもう切開して開いて、爪も押してやったんですけど、結局失敗に終わって、で今はコラーゲンを注射して愛してる生態を膨らまそうという作戦なんですけど、もう気管が曲がって挟まっちゃってるから肺が通らないんですよね。ましてや外から生態に選ぶなんて難しいですからね。まあ次やっても無理なら、まあ一つ有名な絶対治しますっていう喉の病院があるんで、そこでもう入院覚悟で手術を拭いてみてもいいかなとは思ってたんですけどね。舌がね、3分の1でもこのガラガラ声さえ治ればね、まだまだ喋れるんですよ。この声帯が、僕の声帯ひれぐらいはもう完全にもう動かないんですね。で右側だけがパクパク動いて声出してる状態なんで、まあ手術すればね、手術したんですけど、今までもね失敗してるんで、もう本格的なもう全身麻酔の手術になってくるんですけども、声が出ないと、今静かな部屋で喋ってるからいいんですけど、騒がしいところでは僕の声は絶対通じません。これはもうね、家族でもね聞き取れない。だから就職したとしても、そんな人と喋る仕事なんかできないんですよね。まあ今考えているのは、といっても僕は障害者手帳を持ってないんで、障害者は就職が無理なんでね、あとはもう自分でもう人と接しない職業っていうか、清掃の仕事とか、まあトラックでも宅配とかは無理だし、倉庫か倉庫にね荷物を持っていくような、しゃべらなくてもいい仕事探してるんですけどね、なかなかないですね。まあそりゃそうですわ、この年になって簡単に就職、アルバイトでも見つかればね、苦労しないですよ。経過で困って、こんなだったっていうのは全部書いてますんで、まあ、ね、あの興味本で結構ですんで、覗いてもらえれば嬉しいです。
だんだん気分が良くなってきた。ああ、こういうのもいいな。ただ、ただの冬だけ食べちゃいました。あと卵が少しある程度です。まあね、今の自分を振り返るとね、やっぱりね、元気がない、ダメだね、やってやろうっていう、その、パワーっていうのかな、どうしようやばっていうふうになっちゃうんだよね。これが一番ダメなんですけどね。いろんなことにチャレンジしていきたいなとは思ってます。そうすればいずれ道も開けるかなとは思ってるんでね。まあやることもやってもうね自分してきたし、そんな若いわけじゃないんだから、あとは自分の考え方次第でしょうね。うん、負けちゃダメだってばっかり考えたら勝つことばっかり勝つことばっかり考えて手段も方法も考えなくなっちゃうようになってしまうかもしれないんで、勝とうとは思いませんね。まあまあ、負けてもいいかなっていう感じで、うん。僕まあ、術をやってたんですけど、ほとんど勝ったことないですね。もう、負けてばっかりですよ。それも、勝とう、絶対勝てよ、これ。ってこんな試合なかったから、あまあとりあえず順番が来たら行くかみたいな、うん、感じで行って投げ飛ばされてもう一本ってもう一本で決められちゃうんですけども、そのしね、もう投げられまくるうちにね、受け身取るのがすんごい上手くなって、普通痛いんですよね、投げられると当たり前の話なんですけどね、もうあ、投げられると思った瞬間にもう大切なんですよ。したら全然痛くない、自然に受け身取っちゃうから。人生もそれと同じですよ。勝とう勝とうと思わないで、あ、負けそうだなと思ったらもう最低限の損害で済むような体制で行けばいいんじゃないのなんてね、思ってますけどね。そりゃまあ勝ちたいのは誰もそうだけど、勝ってばっかりもやりすぎないなんてないからね。負けた時どうするかですよ、人生っていうのは。負けた時にいかにダメージを少なくして元の状態に戻れるか、これが一番大切なのかなって今になって思いますね。うん、かなりダメージ受けてますけどね。うん、まあ僕の体の中にはもう見えないがん細胞が体中を回ってるってもう主治医に言われてますんで、もういつ何があってももう驚かないようにはしてるんですけど、その覚悟はねどこまで持つかなんですが、まあそれでも
まあ、また元日っていうのはさ、ガーンと落ち込まれるって、まさかよってぐらいの受け身を取りたいと思ってます。今日はいろいろ喋りすぎましたけども、そんなこんなでミスをやっていきますので、またコメントとかください、ね、返事しますんで、うん、まあそれは元気のもつかな。で、ということで今日の酒場はここまでにしたいと思います。それではおやすみなさい。キドバーイ。